どうも皆さんお久しぶりでございます。仙台トリテツです。本当に皆さんに申し訳ないことをしました。ずっと旅行記出してませんでした、すいませんって言いながらもですね、まあ次どこに行こうかとか、次どんな企画をしようかっていうのは考えてたんですよ。ただ忙しいんです。忙しさとやる気が出なかった、それだけなんですけれども、まあ今回から旅行記は再開させていただくわけなんですけれども、まあ正直時間はかかるんですよね。時間かかるっていうのはやっぱり作るのにも旅行記っていうのは時間がかかりますし、それに今回の企画はとんでもないほど長くなりそう。年内に終われればいいかな。1月2月はちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、年内に終われればそれでいいかな。うん、旅行記はね、うん、今回のやつは、うん。そしてなんでその前枠に僕が出てるのかっていうとですね、ちょっと皆さんにお知らせしたいことがあるんです。単刀直入に言うと、チャンネルを分割いたします。つまりサブチャンネルを作りたいなと思ってるんですね。まあなんでサブチャンネルを作りたいかっていうと、まあしっかりとした理由があるんです。僕今まで、まあいくつかちょっと出してきた旅行記だけではなく、鉄道の動画も出してきました。まあ正直言って僕がこの仙台トリテツっていうやってるチャンネルは、鉄道専門のチャンネルです。でもよくよく下を見てみると、鉄道以外のことだって結構やってるんですね。例えばゲーム実況とか、あと東方のゲームとか結構やってはいるんですよ。でもなかなかやっぱりその鉄道専門のチャンネルですから、チャンネル登録してくれた人はほとんどは、なんでこんな外人みたいな口調になってんだ俺。やっぱりそのチャンネル登録してくれた人はほとんどがその鉄道を見たくて、鉄道の動画を見たくて登録された方がほとんどだと思うんですよね。だからやっぱりそこで東方のゲームやったりとか PSO2 やったりとかゲームをやっても再生回数が上がらないっていうのは当然のことなんですよ。これやっぱり僕についたイメージっていうのは、そのやっぱり電車の動画を出しているっていうのは、それが一番イメージ強いかと思われます。あともしくは旅行機かな。だからまた別のチャンネルを作ってですね、ゲーム専門のチャンネルを作りたいななんて思っています。はい、まあ主にやっていくのは多分 PSO2 になるかなと思うんですけどね。はい、話はそれてすみませんでした。旅行記スタートいたします。次どこだっけ、次仙台からどこ行くんだろう。とりあえず東京の方に行くのがあるんですよね。で一旦でその名古屋行って、で名古屋から電車に乗ってまたリニア鉄道博物館に行くと。まあ正直編集しててね、疲れる何が一番疲れるかってね、あのお魚だよね。あの魚の編集がめんどくさいんだよ。あの魚の編集ってね、あれ作ったの実はバッティ君なんだよ。バッティ君自身が作ったんだそうです、学校で。だから例えばさ、ここにさ魚があるとするじゃん。それがさ、あいつがさこうやってこう動くとさ、いちいち俺もさこの魚の絵をねもっと動かさないとダメなんだよ。意外にそれがめんどくさかったり、それがその旅行記をこれ何て言うんでしょう、旅行記の動画を更新するっていうのに引っかかるところがそれなんですよ。まあ結論から言うとね、旅行記を邪魔してるのはね魚なんだよ。魚の絵なんです。俺はしょうがないよね。でもバティ君が入れろって言うからさ、しょうがないからね。はい、というわけでした。でそれでは本編参りましょう、どうぞ。
パティーク。これなんだよ。これ何？これ。もう水ですね。ピントがさ、もうこっちに合っちゃうぐらいさ、まあこっちになってんだけど、水だね。すごいんだけど。水だね。H2O だよ。東海道新幹線が止まらなければまだ大丈夫なんだか。この時、二人はまだ知らなかった。台風の恐ろしさを。おい待て、死亡フラグ立たねえだろ。頼むから。フラグ立てんな。いやちょっと待っていくん、これなんだい、これはちょっと待って、シャワーだよこれ、まるでスプリンクラーだね。ここでやめとこあーすごい、なんかここに変なやつおる。え？そんなこと言わないで。いつ見ても東京はすごいなと思う。まあで今東京着きました。はい、東京駅着きました。ああいうテレビ見れば分かると思うんだけれども、台風が今すごい近づいてるわけ。はい、できれば1時台の新幹線には乗らないと、はい、ちょっとね多分予定としてかなり狂っちゃうだよね多分。ほう、だから大変ですね。そうだね。まあとりあえずお昼ご飯買って、はい、まあ早速名古屋に向かいたいと思います。すごい混むと思うんだけど、12時50だと広島行きだから、そこまで博多駅よりは混まない。12時半にしてみたら、とりあえずやってみて乗れなかったら広島行きで、どうしよう。じゃあ行きます。This is a super express. The 18th train.
すげえ。